はい、皆さんおはようございます。3月のもう15日です。今日は私は東京の方に来てまして、ゆうべからね泊まっているホテル、滞在先のホテルから配信させていただくんですけれども、なんかね、今日外へ出たんですけど、とても素敵な朝になってました。そしてちゃんと太陽がね、ホテルのとかビルの谷間から覗いて、とってもね、幸せな気分で今朝を始めることができました。皆さんありがとうございます。ベロさん、おはようございます。KKY さん、おはようございます。山桃さん、おはようございます。キュコンさん、おはようございます。ちょっとね、部屋の中が乾燥してて喉の調子がね、あまり良くないんですけれども、お聞き苦しいかもしれませんが、まあお付き合いください。昨日ね、いつも話題に出ているうちの我が息子の高校受験の合格発表があってね、やっと正式に決まって、なんか母親としてほっとしているんですけれども、合格率っていうか、ほとんど合格することは分かっていたにもかかわらず、やっぱり嬉しいですね。琥珀さん、おはようございます。七色ピッピさん、おはようございます。レイナさん、おはようございます。レイナさんのお住まいのところは少しずつ春を訪れてきましたか。リスさん、おはようございますね。え、なんかちょっと気分的には福井さんの音楽でもかけてなんて始めてみましたけれども、何のお話からしましょうね。はい、嬉しいですよ。やはりね、この3月4月っていうのは節目になっていくんですね。いろんな節目が訪れます。仕事もそうでしょうし、学校でもそうでしょうし、例えば初めてお母さんになった方がこの4月からね、自分の子供が幼稚園や保育園に行くんだとかね、そういうのもありますよね。そういった節目の前っていうのは、いろいろな心の動きがあってね、これからに対する不安もあるし、新しい希望に向かっての人生に対する期待や喜びもありますよね。そんな中で、それを不安だと思うことよりも、その不安はきっとこれからの未来がいろいろな形で展開されていくから、それを楽しもうという気持ちと、それがなんかワクワクドキドキしている、ドキドキを強く感じているんだなと思うんですね。やはり新しいことにチャレンジしていくときはワクワクドキドキなんですよね。で、ドキドキっていうのが自分の中では今まで不安という形でね、パターン化されていただけで、ドキドキした感覚を不安だってする必要もなくて、さて今から新しい4月からの冒険旅行が始まるんだって、そんな気分じゃないかなと思うんです。息子も多分そんな気分で、昨日の一つ区切りができてほっとした、そんな形だったんじゃないかなと思います。皆さんの春はいかがでしょうか。何も訪れない春もあるし、何か新しい芽を芽吹きっていうかな、感じるなんかね、期待とか、そういう、多分こんな風になってくんだろうなっていうね、思いがあって毎日を過ごしているのかもしれないですね。メイプルさんもおはようございます。レイナさんね、梅の花が咲いて春が近づいています。梅の花綺麗ですよね、本当にね。白いちっちゃな花がだん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 ね、少しずつ咲きながら、春の訪れを感じますよね。カノさん、おはようございます。今新宿の方にいるんですけどね、先ほどちょっと下に降りて太陽の光の前にこうやってイメージして、イメージじゃないですね、ちゃんといまして、でも何かビル群の中だったので、イメージを森の中に変えちゃおうと思って、森の中で太陽の光を感じているんだっていうように、ちょっと心象というかね、心の風景を変えてみたんですね。そしたらね、鳥が鳴き出しまして、
ああ森らしくなったなっていう感じでね、楽しんでおりました。かのさんおはようございます。ね、かのさんのからね、お家から見える堤防の風景も春のね、色になっていっているんでしょうね。もう最近ではあれじゃないですか、つくしがこうやって芽吹いてね、つくしを取ったりとか、そんな形で子どもたちやね、大人もなんかつくし取ってみたいですね。懐かしいなと思います。そんな風景があったり、みんな散歩したくなりますね。なんか暖かくなってくると、今までずっとずっと縮こまってた、なんか体が暖かい太陽の光や日差しの中で、なんかなんか伸びたいなーって、広がっていきたいなーって自然に思ってくるような気がしますよね。ね、先週はね、ちょっと私の方がやはり春に向かっての変化っていう言い方でもいいですね、体のちょっと浄化作用が出てしまって顔が腫れちゃったんですね。今日自分の映ってるカメラ見ても腫れはだいぶ収まってきたんですが、おたふく風邪みたいな、ね、状態になってしまっててですね、とても皆様の前にねちょっと顔を出したりとか喋るっていうのがちょっと大変だなっていう感じで、番組の方はね、お休みさせていただいたんですけども、今日ねやっぱこうやって東京来ててもね、番組やりたいって感じでさせていただいております。みやみやさんありがとうございます。本当に春でも、うちの息子は合格したけど、もしね、大学とか高校とか希望のところに合格できなかったとしても、それは本当に大切な場所に行かなきゃいけなかったから、別な場所を自分が歩んでいくために、頭で考えたね場所ではなくて、別な場所にあなたは行くんですよって、私は行くんだよっていうね計画だと思うんですね。ですから、そこの場所で逆にもし希望校がね、うまくいかなかったっていう方は、こんな風に思っていただけたら嬉しいですよね。自分の想像以上の何か計画がそこにあるんだなって、この肉体を持った私には理解できないかもしれないけど、なんかねすごい壮大な計画をするために、私はね予定ではない、自分としては希望してないようなところかもしれないけど、でもそこの中の生活で生涯にわたってずっとずっと仲良くいれる親友に会ったりとか、とても大切な学びをするためにそこの学校に行くんだなーなんてね、切り替えてみるといいですよね。そうすると私たちの心が全部作っていくわけですから、もうその時点でワクワクドキドキし始めます。結構ね、私たちの日常の中で繰り広げられる、こういう風になるんだろうな、ああいう風になるんだろうなっていうのは限界がいっぱいあるんですよね。で、その限界を破るときに一旦自分としては不都合な状態っていうのは迎えますが、でもその限界を超えたときに、超える場所に行くとき、ああ新しい、だから私はここを選択することになったんだなっていうのがね、必ず見えてくるようになってます。ですから本当に、はい、入学希望校入っても、希望校じゃなくて第二志望第三志望であったとしても、考え方次第でどんどん変わっていきます。今ね花粉症の方がねすごく多いので、周りにもね多いですね、で今回はマスターゲート氏の集中のメンバー向けのワークショップというのがね、グループワークがあって、それに来てるんですけど、韓国は何て言うのかしら、結構何て言うの、花粉はいっぱいあるんだけれども、韓国人は花粉症にはならないんだって、そういう人は少ないそうです。日本人独特の花粉症なのかもしれないですけど、花粉にねなった時に、何て言うのかな、そのちょっと鼻が詰まったりすることが多いじゃないですか。目を洗うっていうのもとてもいいと思うんですけど、この首のね後ろ側のところ、頭との付け根をしっかりと
揉むっていうのもいいですね。ちょっと強めに揉んで、ここの頭と首の間を緩めてあげる。痛いほど揉む必要はないですよ。少しずつ少しずつ緩めてあげよう。そんな感じのイメージで緩めてあげたらいいんじゃないかなと思います。まだ他にもいろいろあるんですけれども、まあ一番皆さんにお伝えして簡単なことだし、そして本当に面白いんですけども、何かね、集中してる時っていうのは、本当に心から集中してる時っていうのは、たとえ鼻炎があったとしても、そんなに気にならなかったりするんですね。で、なんか自分がそこに集中できていない時の方が症状が強く出ます。ですから、あまり苦しかったら、あ、苦しい苦しいという方向にね、意識を向けないで、何か散歩に出ちゃうとか、外に行ったら花粉がっていう考えをやめてね、なんか楽しくスポーツをしてみるとか、そんな感じですよね。うちの韓国人はすごい花粉症ですか？あ、そうなんですね。なんかね、でも花粉のね、杉の花はね、咲いてるようなんて言ってましたけどね。はい、ティディさんおはようございます。昨日ありがとうございましたね。昨日お会いした方も何人かこの中に入ってらっしゃいますね。カノンちゃんとかね、それからベローさんとかね。また今日も一日よろしくお願いしますね、なんて話しながら、今日ね、数字のいつもやっているのが忘れちゃって、どうしようかなと思いながらですね、困ってる私もいるんですけど、まあフリーで話していきたいと思います。今何をしたかというと、ちょっと テキストになる本がないかなと思っちゃったんですけれどもね、ちょっとなさそうなので、はい。音楽を選ぶという話をしましょうかね。私は昔ヤマハのね、エレクトーンの講師をしてたことがあるんですね。で、まあ音楽に触れたことがあって、人って音に対してとても敏感なんですよね。ですからロックが好きで、こうやって本当にビート感を聞きたいと思うと、思わずヘッドホンして大きな音を出してね、そのビートの中に浸っていたいという気持ちはすごくわかるんです。っていうのも、若い時ね、ライブコンサートで屋外でやる時に、どちらかというとすごく巨大スピーカーの前で音でトランスに入って、すごくなんか揺れたり踊ったりして楽しかった、そんな体験をいっぱいしたことがあるんですね。で、音っていうのは体の中に浸透しながらいろんな作用をしますよね。で、音楽っていうのは例えば言葉も乗っています。ですから桜の花のね、桜ってキーワードの歌もたくさんありますけれども、その時に自分が心地いいと感じる歌詞、音楽っていうのは、ただかけているだけでもとてもヒーリング効果があるなと思います。ただあまりにその音楽だけがずっとずっと24時間流れているっていう状態よりも、一旦ちょっとだけ音のない状態にしてみる。そしてその音に埋まった部分ではなくて、そのない音のところに静かに佇んでみるっていうのも面白いんですね。で、音を使った誘導瞑想の CD なんかで、クリスタルボールとかシンセサイザーの音なんかで、そういうものもありますし、今ね、カノンさんが作ってる誘導瞑想用のコスモボイスの CD なんかもそうですよね。そういうように深い部分に入っていくこともありますが、ただ音というもので意識をこうやって動かしていくことがすごくできるんですよね。で、歌っている人のエネルギーっていうのもやっぱり音の中にね入って、とても心地よい状態を作ります。で、じゃあ今からの時代、やはり私がワクワクする音楽って何なのかなって探すには、私たちは時代が恵まれてるなと思うんですね。 YouTube を見ればね、いろんな音楽家がいろんな歌を歌ってますから、自分で選択することができますよね。で、時々その中から素敵だなっていうね、歌を見つけた方がそれをブログとか
Facebook なんかにアップしててね、この方が選んだ歌ってどんなのかなとか思いながら時々聞くんですけど、本当にその目をつぶってその歌の世界に入っていった時に、目の前にいろんな風景が浮かび上がってくる。そしてその風景の中で自分が昔あった思い出だったりとか、なんか自分の感じ感覚っていうのをすごく味わうことができたりとか、そういうふうに入ってくるわけですね。ですから、なんか瞑想とかね、なんか言うと難しくなっちゃうかもしれないけれども、ただその音楽に意識を集中してみるだけで、私たちは随分と心のなんていうのかな、ストレスを取ることができるんじゃないかな、なんて思います。ね、皆さんの好きな音楽は何なんでしょうね。私はこの、まあ、番組をするときに、これは福井さんの曲なんですけどね、福井さんの音楽っていうのは何か、テンションを上げすぎずに静かにこうやって朝の始まりとしてね、ゆっくりと始めていくのにいいなと思いますね。あまりに朝から最初からやると、はい皆さんみたいな感じのテンションになって、それもなんか楽しいかなと思うんですけれども、まあ、自分が一番自然な形の流れの中で聴く音楽としたら、福井さんのね、この BGM っていうのは朝の番組をね、とってもやりやすくしてくれるわけですね。でも例えばなんかどうしてもこうやって立ち上がって元気にお掃除をするぞっていう時は、結構アップテンポのね、あの曲をかけていると、掃除はルンルンって言いながら早く済みますよね。お掃除やる時にこういう音楽かけてると体が動かなくなってきますからね。なんかゆるゆるとゆるゆるとしながらね。で、音楽を選ぶということは自分の心を知ることでもないかなと思うんですね。自分の心がどういう状態にあるかということで、私たちは音楽を選んでるんじゃないかななんて思うんです。それとか、この歌が好きだなっていう歌ってあるじゃないですか。あの中の詩っていうのは本当にどこか自分の心と共鳴して、うんそうだそうだそうだとかね、ああいいなっていう、あの自分の心では上手な言葉にはね反映できないけれども、でもうまく表せないけれども、なんか代弁してくれてるなっていう歌っていいですよね。カノンさん、私は高校の時クラシックの声楽とヘビメタのシャウトで遊んでました。ああいいですね。今は生徒さんの影響でオールジャンル好きです。ヘビメタいいですよね、ヘビメタいいですよねって言っちゃっていいのかなとか思うんですけれども、私はね、小学校の頃は比較的クラシックが好きだったんですよね。で、中学になるぐらいからオールナイトニッポンっていうようなね、あれがあって、番組の深夜放送があって、そこからあの吉田拓郎とかね、そういうフォークソングに入っていって、そして、いろんな音楽を聴くようになっていくわけなんですけれども、今ね、あの本当に私たちはあのなんていうのかな、録音とか音楽っていうものをすごく綺麗な音で聞くことができるようになってますよね。これってね、あの私たちの時代だったら本当になんていうのかな、あのカセットテープ買ってね、それにあの録音してね、そんないい再生なんかできなかったわけですよね。そんな中でそれでも音楽っていうのを楽しんでたんですが、球根さん、昨年初心に戻ろうと子供の頃好きだった音楽を聴いたら気分がアゲアゲになりました。ヤッホーですね。いいですね。アゲアゲ。いいですね。すごい。そういうアゲアゲ気分になる。私はね、サザンオールスターズですね、やっぱりね。あの、ちょうど同世代なんですよ、サザンさんたちとはね。で、友達があのちょうどアルバイトしていたスタジオで、よくサザンがね、あの、なんていうのかな、練習していたっていうことで、あの練習してた彼らがこんなに有名になるなんて、そのね、彼女がね、昔言ってたのを思い出しますね。サザンオールスターズ。それからね、やっぱりね、荒井由実さんの音楽も好きでしたね。あの荒井由実さんが持つ詩の世界っていうのがとても不思議で、なんでこんな考え方ができるのかなとかね。で、私のその今55なんですけれども、あの世代っていうのは現代あの J-POP とか言われている
本当にそこが出来上がってくる時代を私は聞いてきたんですよね。で、いろんな音楽やリズムや楽器やコラボレーションがいろんな形で生まれてきて、あ、ベルベットイースター好きだよ、この間もね、主人の車乗ってたらね、ベルベットイースターっていうやつですよね、大好き。私もなんかあのね、歌の中に流れるね、世界観が聴いてるだけで、なんていうのかな、もうその場面がこうやって展開されていくんですよね。で、本当にもう本当に場面が展開されていくんですよね。ユーミンっていうのはどっちかっていうとすごく、じゃあ歌がめちゃめちゃ上手いのかっていうとね、そうじゃないんだけど、ユーミン独特のね、個性ですよね。個性が本当に生かされている歌だなと思います。で、同世代っていうか同級生でね、矢上純子さんっていうのがいたんですよね。うん、そうそうそう、倉田さんね、同じ世代だからね。もうちょっと歌上手だったらね、なんかランラララララン、なんてなってね、歌いたいんだけどね。リサさん、おはようございます。そんなことで今日はまあ歌のね、話をしていますけど、なんかね、久しぶりにこの週末皆さんね、懐かしい歌を聴いてみたらどうでしょうね。そしてその時にあったいろんな歌の中に流れていたものが風景としてね、今どのように感じられるかなって思ったらいいと思うんですね。思春期の頃聴いた時ね、やっぱり私だってね、失恋してて、時にですね、別れ歌とかね、中島みゆきのね、聴いてボロボロね、好きだった人が結局友達の恋人になっちゃったことが分かって、なんか本当にボロボロ泣きましたね。そしてボロボロ泣いていくと歌って泣かしてもくれるんですよね。そしてボロボロ泣いて、ボロボロ泣いていくと、少しずつ少しずつその痛みが癒されて、そして少しもうちょっと優しい歌になって、そうやって心を変えていくことができます。ですから今モチベーションを上げていきたいなと思った方は、何曲かの歌を気の向くままに聴きながら、あ、この歌を聴いてると心地がいいな、なんか自分の中で気持ちがいい感じがするなっていうものをどんどんチョイスしながらね、聴きながら、セラピーもいいんですけれども、私たちはもう本当にちゃんと全部が揃ってますので、音楽を聴くことなどでね、自分自身の心の模様を変えていけばいいわけですね。皆さんどんな曲でしょう。なんかね、いろんな曲聴きたいよね、なんて思いながら。私はね、実は作曲の講座に行ってたことも20代の時あるんですよね。で、その時はポピュラーソングポップコンと言われたイベントっていうかコンテストがあって、ヤマハに関わってたものですから、ポップコーンへの参加で自分で詩を書いて、歌を作って、曲を書いて、そしてアレンジまでして、そういうような勉強までしてたんですね。で、とてもおバカな曲を作ったり、おバカな曲っていうかね、なんていうのかな、今はちょっと思い出せない、なくしちゃったからね、テープもったいないなと思ってるんですけどね、赤いレンコートを買った時にすごく嬉しくて、なんかそんな曲を書いてみたりとか、いろんな曲書いてみましたね。でももうそんなのも流れちゃって、ああ、そうそうそう、大石五郎さんね、クッキーポップ懐かしいですよね。本当に一番最初の頃が中島みゆきさんが時代で出てきて、そして長渕剛さんがデビューする時のきっかけになった曲は、私実際にライブでポップコーンで聴いてるんですね。はい、ゆすけさん、おはようございます。そんな感じで今日は音楽の曲を聴きながらやってるんですけど、8時になりますので、いつもの、ワンポイントね、書いたやっていきましょうかね。ギター弾いてて出遅れました。
まさに今日ぴったりじゃないですか、ゆうすけさん。いいですよ、ギター。いいですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、メッセージいきますから、今日ごめんなさい、10人までにします。10人までです。すいません、どこまでかな。10人までですよ。お早くお願いします。もうぼちぼち終わりかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、琥珀さんまでで終わりにさせていただきます。ちょっと待ってね。琥珀さんまでで終わりです。はい、琥珀さんまでにさせてください。あー、すごい、ソルフェジオの平均率にチューニングに直したチューニングで弾いてんの。すごい、ゆうすけさん演奏聞いてみたい。私もあの音差では持ってるんですけどね。そう、チャゲアス。そう、あのね、私ね、チャゲアスのね、実はね、あのその当時のねディレクターとお友達っていうか知り合いでね、あの昔ね、20歳ぐらいの時かな、レコーディングスタジオでチャゲさんとアスカさんと一緒にあのおしゃべりしたことありますよ。チャゲアスのねレコーディングにね来ていいよって言ってくださってね、ゴーさんっていう方がね。で遊びに行ってね、20歳ぐらいの本当にあのイケイケですよね。そんな時にね、チャゲさんとアスカさんのねレコーディング見たんですよ。でね、本当にあのなんかね、嬉しかったっていうかね、ドキドキしてね、初めてその本格的なすごいトラックのあのね、録音、そう、あの録音の機械があるスタジオに入ってね、あの遊びに行ったんですけれども、一緒にみかん食べたの覚えてますね。チャゲさんもアスカさんも。もうそんな時代なんですね。皆さん、あの歌ってらっしゃる方たちは頑張ってらっしゃいますよね。はい、ということで、じゃあレイナさんから一言アドバイス、今日どんなのが出てくるでしょうかね。その時その時でね違うので、ちょっと待ってね、名前書いておきますね。レイナさん、 KKY さん、七色ピップさん、カノンさん、そしてさよさん、よみよさん、お、すごい、ベローさん、眠の里行ったんじゃない、サザンっていうことは。あの山肌、大体ね眠の里使ってましたよね。しいたけさん、リースさん、キューコンさん、メローさん、ハトさん、ハトさん違うか、琥珀さん、それでね、知り合いのそこのね、なんていうのかな、そのヤマハで音楽を勉強してた時のね、あのお友達の彼がいたバンドの知り合いのドラマーが、ドラマーと多分キーボードの方ですね、それからあのチャギアスのバックバンドに入ってね、プロになったんですよ。ダークショー聞いた時ね、鳥肌立ちますよね。なんかそういう昔の一応音楽に関わっていた時代を、なんか今朝はちょっとふと
話をしてしまいましたね。うん、なんか楽しかった青春の時代ですね。はい、じゃあね、メッセージの他に書かせていただきますね。何か書きながらお話しさせていただきます。レイナさん、レイナさんへのメッセージです。やめようとしなくても時が解決していきます。今日はお花屋さんで香りのいい、例えばフリージャーとかね、水仙とかね、そんなお花を買ってお部屋の中に置いて、本当に天然のアロマですよね。そんな形にされたらどうでしょうか。はい、 KKY さん、何かもしかして夢を見られていますでしょうか。もし最近見られた夢が、気になる夢があったとしたら、この夢はある意味予知夢ですよというメッセージが届いてます。ですから完全にその状況ということではなく、象徴するもの、キーワードというものが予知的に KKY さんは体験されている可能性がありますので、もう一度最近何の夢を見たんだっけと思い返してみるといいかもしれません。それと KKY さんの場合は、これから今年は夢の中、夢という形でのメッセージの伝達というものが結構頻繁に起きてきますので、ぜひ夢ノートをつけられてください。その夢ノートをつけることによって、いろんなものが見えてきたり、メッセージを受け取ることになって、それが気づけとつながっていくことになると思います。今日はですね、ちょっとお水を多めに飲んでください。普段のよりも多めに飲むんだっていうぐらいでいいと思いますけども、よろしくお願いします。七色ピップさん、七色ピップさんへのメッセージは、春になりましたから、春の風だったり春の日差しということで、春のエネルギーを全身の全ての細胞に浸透させるんだっていうようなね、そんな気持ちになってみてください。そして春のこの芽吹きのエネルギーが私の中の全ての細胞の中に浸透していって、眠っていた何か意識をこうやって揺り動かしていく、起こしていくなっていう感じでね、過ごしてみるといいと思います。そして今日はですね、これしずたまさんではないんですけれども、チョコレート、これはこのチョコレートはルックチョコレートみたいなのが昔あったじゃないですか。チョコレートの中にジャムが入ったりとかクリームが入った、そんなちょっとルックチョコレート、昔、子供の頃からあったチョコレートですね。大人になってから出たものっていうよりもルックチョコレートみたいな、なんかルックチョコレートの形がこうやって出てくるので、私が食べたいせいかなとか思いながらいたんですけど、そういうわけではなくて、七色ピップさん、ちょっとよかったら一口二口召し上がってみるのはいかがでしょうか。なんかやだな、今髪見たら髪の毛ぐちゃぐちゃだよはい、カノンさん、カノンさんには面白いメッセージが届いております。歌わずして心の中で歌ってください。歌っているイメージで、その音を思いっきりこうやって、なんていうのかな、声は出さなくて、体の中で歌うんですけども、すっごい、なんていうの、地球全体に向かって歌う、宇宙全体に向かって私は歌っているっていうようなね、なんかそんな感じ のイメージワークされてください。声は出さ、あえて出さないでやってください。どんどん広がります。
そしてカノンさんね、ちょっとやはり喉のところがね、だいぶ春っていうのはね、変化がいろいろ起きやすいので、うがいをしたりとか、喉飴舐めたりでもいいんですけれども、喉のケアっていうのを日常よりちょっと丁寧にしてあげてください。油断しちゃうとね、今年はカノンさんはその喉ちゃんにはね本当にお世話になる年になりますのでね、喉のケアっていうのに意識を集中して、喉ちゃんに聞いてあげてください。気分はいかほどって言って、ご機嫌はいいのっていう感じでですね、聞いていただけたらいいなと思います。はい、さよさんへのメッセージです。つまらないことはもう追っかけないでください。自分の中でなんかこれつまんないなと思ったら、もうそれはあっさりと心の大きなゴミ箱の中にザクッと捨ててください。そしてなんかすぐに楽しいことを見つけなきゃいけないとか、楽しいことをしようとやらなくてもですね、ただ少し歩いてみるだけで自分の心の中に新しいアイデアが浮かんできたりしますので、とりあえず今つまらないなというものは全部さっくりとゴミ箱の中に入れる。で、さよさんへのちょっと今日明日もし週末ねやったらいいなと思うのは、鉢植えの花をなんか一つ外で買ってください。一つじゃなくてもいいですよ、もちろん見つかりたかったらでもいいんですが、その鉢植えのお花をちょっと部屋の中に飾ってみてください。場所はですね、どこでもいいですね。さよさんが見れる場所がいいですね。よく目に入る場所に、しかもね、なんかイメージから来るのは桜草みたいなね、なんか華やかにこうやって咲き誇るような鉢植えがありますが、別にこれは好みで構わないのでね、やってみてください。はい、ではみよみよさんへのメッセージです。この前までの私っていうものをもう引きずらなくていい時代になりましたよってことが来てます。この前までこうだったっていう私って必ずいるんですけれども、みよみよさんはもう起きたら新しい今日の私、ね、寝て起きたらまた今日の私が生まれたんだなって感じで、前の私の習慣だったりとか思い癖だったりはもうバイバイしちゃおうって、そんな風にちょっと心がけてみるといろいろな変化が早く訪れます。そしてみよみよさんにおすすめしたいものは、春を感じるっていうか、体をリセットしていくちょっと時期に来てますので、できましたら重たいヘビーな食事は避けて、もしどうしても食べたかったらいいですよ、食べちゃいけないってわけじゃないしね、ヘビーな食事は避けて、私はフルーツとかそういったものを召し上がることをおすすめします。いろんな種類のフルーツを召し上がってみてください。柑橘類もね、今美味しいものがいろいろ出てますし、いちごも美味しいですし、キウイフルーツでもバナナでも何でもいいと思います。たくさん食べてください。椎茸さんに行きます。椎茸さんは、今後のビジョンって言った時に、プロセスをたくさん作りすぎてしまうと囚われてしまいますので、なんか今後のビジョンっていうのをもっと抽象的な形で表すといいということを言ってます。ですからよく宝、お宝マップっていうかね、ビジョンマップっていうのがあるんですね。それをなんか色で、なんかこんな色の感じとか、すごく抽象度を少し上げた感じの、なんかこうなるといいなみたいな、こうなっていたいなとか、こんなところでこんな人とこんなふうな話題で話をしている私がいる。そんなイメージをしてみるとか、なんかこれをするために荒らしてこうしてって段取りを一生懸命作りすぎるとかえって遠回りになります。ですからその途中経過じゃなくて結果だけをさっくりと、例えば私が前からお話ししてるけども、今のねお家見つけた時に、あ、なんか広いスペースのところに行きたい、心地いいスペースがいいみたいなね、そんな感じで発信しましたけども、そのような発信の仕方をされるといいんじゃないかななんて思いますね。はい、
すごい KKY さんすごい月が3つ北斗七星が S ある夢を見て調べているところでした。そうそうそういう感じになってくるみたいですね。椎茸さんねまで行きましたよね。なんか書かずにちゃねってますやばいな。どこまで行ったかが分かるのは書いてるあれの良さだったのに。椎茸さんまで行ったよね。行ってない。どう椎茸さん。あ、桜草好きなんだ。よかったよかった。あ、終わりましたよね。ありがとうございます。じゃあ次リースさんに行きますね。心の中にあるね、なんか石ころだったり暗いものを全部心の中から消さなきゃいけないって思うことでそこにエネルギーを注いちゃうんですね。ストレスを、このストレスが問題なんだって言い過ぎちゃうことでストレスを作っている状態がリーさんの場合ちょっとパターン的にあるんですね。で、それをそれがあってもなくても、あ、全く構わないよなみたいな。で、そっちがあるならバランス取るぐらいで、なんか楽しいものをこうやって入れ込むようなね。例えば箱の中にストレスみたいな、なんか石がこうやってあるとしたら、その上からなんか可愛いお花をどん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 入れちゃうと、その石があることでその石が生きてくるみたいな。そうやって消そうとすることでエネルギーを今すごく注ぎ込んでしまっているので、消そうとしないでください。そしてリーさんにおすすめなのは、なんかシェイク、なんていうのかな、スムージーとかシェイク、ちょっと冷たくてシャリッとして甘くて、そんなようなものを、感覚がですね、冷たさちゃんと感じながらシェイクを飲んでください。で、冷たすぎたら途中でもちろんやめても構いませんし、もし飲みたかったらですね、飲んでみてくださいね。はい、次に行きます。球根さん、球根さんへのメッセージは、明日のことを心配しなくていいよっていうメッセージですね。今日という日を楽しんでください。明日これがあるからって言うと、もうね、意識はね、明日の方に行っちゃうんですね。明日のためにこうしなきゃ、ああしなきゃって言うと。まず、今日という日を楽しんでいいんだなっていうふうに思ってみてください。で、今日という日を楽しむ、でも明日の準備だってしなきゃいけないのにって気持ちがそっちに行っちゃってるんですね。そういうように、次の日に行きやすいんですよ。ですけど、今というこの私たちの人生の時間っていうのは、ここにしかないんですね。ですから、それを明日っていうところに持っていくと、とてももったいない生き方になります。せっかくある時間が有効に過ごせてない形になりますので、ぜひ、明日のことは気になさらずに今日を大切に生きてください。そしてベローさんですね。ベローさん、瞬間瞬間にいらっしゃることができるようになってますので、瞬間瞬間の連続で、瞬間瞬間を大事にして、その瞬間瞬間に全てを私への愛に向けてください。本当に何て言うのかな、瞬間瞬間ですね。今日とか明日じゃなくて、ベローさんには瞬間瞬間という言葉が届いてます。今この瞬間瞬間です。本当に、その時に私への愛を瞬間瞬間に重ねる、そんなメッセージです。ありがとうございます。じゃあ最後の琥珀さんですね。七色ピッピさん、春生まれ、チョコレート大好き、よかった。例えばね、ルックチョコレートがいいよって言ってもね、こだわんなくていいからね。私のはね、こだわらなくていいんですね。好きにしといたらいいというね。すいません、一応ね、琥珀さんで切っちゃったんですね。
カノンさん、今ヒーリング作りしてピアノや楽器も弾いているので、そこにいっぱい歌わない歌を込めて CD を作ります。私の今日の夢が予知夢だったらいいな。あ、カノンちゃんもなんか夢を見たんですね。あ、そうなんですか。でね、ちょっとね、これはね、歌ってほしいんですね。さっきのとちょっと話が、カノンさんが受け取られたのがちょっと違うんですが、イメージの中では大声で歌ってるんですね。その大声さがね、宇宙とかね、地球にまで響く大声さで歌ってるイメージなんですよ。でも声は出さないで、イメージの中でカノンさんが大声で歌ってるということをお勧めしてますので、よろしくお願いします。エベローさんまで来ました。あのね、現状を楽しむってどういうことかっていうと、あのスケジュールがなくてすごくつまんない現状ってあるじゃないですか。うん、はい、すごい賑やかなあのコメントありがとうございます。あの、なんていうのかな、こんな別に楽しくも面白くもないのに何を受けいいって言うんだよって言った時に、じゃあ楽しく面白くないんだったら何か楽しい本を買ってもいいし、さっき音楽の話をしました。音楽って本当に自分の気持ちを一瞬で変えていくことができるわけですよね。例えばあの踊り出したくなるようなのでもいいし、あのさっき言ったベルベットイースターみたいなね、しっとりしたような感じの曲でもいいですし、あのオペラ座の怪人なんか私結構好きだったりするんですけどね、あんなんでもいいし、そういうようにどの曲でもいいんですね。つまらないと思った瞬間に曲をかけて、私を楽しめる曲をかけてあげる、これだけで一瞬が変わりますよね。そういった一番簡単なツールが私はあの最近思ったのは音楽なんじゃないかなと思った、そういうことなんです。はい、小白さん、あ、琥珀さんのところにまだ行ってないんですよね。なんか読みながら最後の一人を楽しんでるっていうか。はい、行きます。ね、琥珀さんの状況ちょっとよくわからないんですけれども、琥珀さんね、長らくお待たせしたね、長い冬から春が来ますよっていうメッセージが届いております。琥珀さんが感じた長い冬っていうのは何でしょうね。でもそこから春が来ますよっていうメッセージです。もう春が来るわけですから、琥珀さん楽しんでください。そして、琥珀さんへのテーマは、春が、冬が終わり、春が始まった、あの、なんていうのかな、お祝いを自分にしてください。あの、立春みたいな感じですけれども、なんか春になるんだって、今までの冬の、まあ、こうやって終わって、冬の夜が、長い夜が終わって、春になるんだって、自分のけじめをつけるお祝いの何らかの食事でもいいですし、例えば、旅行でもいいですし、お酒を誰か好きな人と飲んで乾杯って、春到来乾杯でもいいですし、何でもいいんですよそれは。でも琥珀さんなりのその冬から春、人生の冬から春に対してのイベントを作ってください。で、ああ春が来たんだ、よかったっていうのを、なんかそのイベントの時には少しだけ、自分に贅沢をしてあげてください。普段してあげられないようなことをしてあげてください。例えば何でもいいんですけどね、ちょっとした贅沢をしながら春のお祝いをしてください。で、その時にあの冬の時代、よう頑張った、よう頑張ったって自分にね、あのこの冬を乗り越えてきたから春が来たよ、よかったねっていうことを
本当に心から自分に言ってあげてください。寒かったね、つらかったよねって、よく頑張ったよねって、春が来るんだよ、春が来たよっていうふうにね、自分の中にずっと言ってあげてください。そしてもう冬の時期ね、どれだけ苦しかった心があっても、どれだけ辛かった日があったとしても、もうそれを終わるんだって、それまで頑張ってくれてありがとうっていう感じですね。リスさん、シェイク大好きです。でも最近体のために温かいものを飲まなくちゃと思ってシェイクを、あ、そうなんだ面白い、悪者にしてストレスを自分で作ってたことに気づきました。そうなんですね、あるよね、確かにね。なんか体冷やしちゃいけないとかね、そういうふうに思っちゃうと。で、ね、昨日ね、ゲート氏がね、すごく面白い話をしてくれて、その場にね、ティディさんもいたんですがね、ティディさんっていうのはね、韓国にいても本当に美味しそうにね、ものを食べる。で、ティディさんっていうのはもう本当に長生きするよって話だったんですよ。で、どんな話だったかっていうと、ゲート氏がお友達と一緒に、フグじゃなくて、なんだっけ、お魚、フグだったかな、なんかそういうフグのようなものがあって、それを食べる時にお友達はね、うわー、おいしいおいしいっていうね、そういうもう本当においしそうに食べたんですって、あ、フグで。それで、でもゲート氏はなんかあまり毒があるから、毒に当たったらどうしようって言いながら食べた、なんかあまり食べたくないなと思って食べてたらしいんですね。で、そのお友達の方はもう、まあ、本当に幸せそうな笑顔でフグを食べたそうです。そしたらお友達はフグの毒、同じね、料理人が同じように作ったフグを食べたのに、友達は毒に当たらずにね、ゲート氏だけがね、しっかり食中毒になった、フグ毒というかね、当たってしまったって言ってました。ですからね、そういう意味ではね、ティディさんはね、すごく美味しく美味しいって食べるから、体のね、健康の心配いらないよってお話しされてましたでね、これ面白いんですけども、私たちの意識って、私別なところで友達から聞いた話があってね、スピティビで言ってるのかもしれないけれども、ハワイからセラピストさんが滞在しててずっと来てたんですって。で、洗面所に置いてあるチューブを、そのセラピストさんはずっと歯磨き粉だと思ってずっと使ってたんですね、1週間で。そう言ってて、で、ある日ふとその友達が、それがほら、よくパテのとこが黒ずんだり、カビが出るから漂白剤ってあるじゃないですか、その漂白剤のチューブをそのセラピストさんが口の中で歯ブラシをしてゆすいでたことに気がついたんですって。でもそのセラピストさんはずっとそれが歯ブラシだと思い込ん、歯磨き粉だと思い込んでたので、口の中が荒れることがなかったんですって。で、最後にびっくりして、でも何でもなかったっていうことで、やはり人の意識っていうのがすごいという話になったそうなんですけども、案外何にも分かんないでやってれば、それとか食べることを喜んでいれば、本当に私たちは健康になったりするんですよね。前に311の後にね、その放射能の問題があった時にも、ちょっと私なりの見解として、今はいろんな意味でね、放射能の数値が測れるから、この野菜は危ない、あの野菜はこれだけ汚染されているっていうようなね、数値がやたら出た時があるじゃないですか。でもきっと広島に原爆が落ちて、で、次の春に出てきた植物って、もしかしたら放射能の汚染はものすごかったかもしれない、土壌汚染されてるわけですからね。でもこの焼けたね、本当に荒野に、例えば大根ができた、人参ができたとかね、芋ができた、それをね、その人たちはね、喜びと感謝で食べたはずなんですね。それによって喜びと感謝で食べた野菜が私たちを傷つけることはないわけですよね。
ですからどんなものであっても本当に喜びと感謝で食べることで、その食事を私たちは体のね喜び栄養にしていくこと、心の栄養にすることができるわけですよね。ですからなんか外、あと人間の鼻っていうのはこうやって食べ物が近づいた時に異臭っていうものを感じるようにできてますから、そこで違和感があったらもう食べない方がいいと思うんですけども、でもあまり考えすぎて食べないで、本当に美味しいな美味しいな美味しいな幸せだなって言って、あ、食べればやっぱり良かったんだなっていうのがよく分かりました。琥珀さん、前回のメッセージはカルピスを飲んで春を感じてください。あ、そうだったんだね。カルピス大活躍しました。そうですか。あ、人生の春、冬10年続いたいんだね。あ、うちに来てください。よかったらね、お待ちしてますよ、琥珀さん、ね、10年の冬っていうのは本当に、私もね、冬を過ごしたことがあるんですよ。もう、なんで泣いちゃうんだろう。なんかその10年のね、冬を過ごした琥珀さんの思いになったら、なんかちょっとつながっちゃったかな、気持ちがね。なんか、頑張ったねって。琥珀ちゃん頑張った。頑張ったね。本当に頑張ったねって言ってあげてください。なんかね、涙が出てきちゃった。琥珀ちゃんの10年がどんな10年か何も知らないけど、泣けちゃった。本当に。カルピスでね、春をだんだんしながら、そしてもう、長い、ね、この季節1年の中にある春夏秋冬じゃなくてね、人生の冬だからね。かのんちゃん、今寝ながら宇宙、あ、地球、宇宙に向かって声を出さずに歌っていました。超気持ちがいい。ハートが全開でハッピーすぎ。電車とかでも やってようと思うのでした。そうなんですよ。もう声を、例えば歌って、これ皆さんもされたらいいかもしれないんだけど、歌えない場所だから歌えないんだってするよりも、私たちの本当に自身の中で大きな声で、なんか素敵なドレスかなんか着てね、歌うとかね、そういうイメージングで歌って、それがわーっと自然の中にね、こうやって揺らめいていくようなイメージ、いいでしょう。そんな感じでね、メロンさんも琥珀ちゃん頑張ったね、ハグハグって、そんな感じで、今日はもう8時ね、普段だともうちょっとやるんですけれども、今日はちょっと普段とね、ちょっとスケジュールが違うのと、ちょっと喉がね、さっきから乾燥しちゃってて、ホテルの部屋っていうのは、なんでな、空調がとってもあったかいじゃないですか。うちだったらなんか朝起きると、あ、ちょっと寒いかなとか、なんか気が洋服を着てとかね、そんな感じぐらいなんだけど、あったかすぎちゃってちょっと喉がやられてますので、ここで今日は終わりにしたいと思います。エティさんごめんなさい、琥珀ちゃんまででね、今日は10人ということで、また来週ね、来週は浜名湖に戻っておりますので、来週いっぱいやるからね、来週は時間制限はあるかもしれないけど、来週ぐらいでもやるからね。今朝は10人だけということでさせていただきました。では皆さんね、金土日楽しんでください。あったかくなりましたから。そして、そうだな、私ね、なんだっけ、不思議の国のアリスのなんか映画やってたりするでしょ。なんか新作映画見に行きたくてしょうがないんだよね。でまあ今回は行けないんですけれども、なんていうの、映画行きたいななんて思ってね、のどケアしないといけないんですよ。まさかこんなに、ホテルのエアコンがね、きついっていうのはね。